みっともラジオあー全部君のせいかもこの世界はまるで地獄だね全部君のせいミットモラジオ。この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。どんな番組かと言いますと、このミートモのね、お話を聞いていくという番組でございましてね。よくもまあ一年も続けておりますよね。えらいえらいね。ね。よいしょ、こっちか。はい。昨日は何をしてたか。何をしてましたかね。これといって何をするでもなくですよ。ね、そうそう、忘れてたかと思って、アイドル&リードね、買ってきましてね。マネキケちゃんのね、まゆたちゃんが乗っているんですよ。これね、今ちょっと体調不良を理由にですね、お休みしておりますけども、これを読むとね、ちょっと、ね、何かあったんじゃないかと思ってしまいますよね。ね、いつも逃げてばかりの人生だったので、ね、これまで全部逃げてきたから、もう逃げたくない、もう必死ですと言ってたんですけどね、どうしちゃったんですか、まゆたちゃんって思いながらね。いや、しかし可愛いね。あー、全員可愛い。超可愛いっすよ。ね。メンバーにも言ってなかったことをね、このインタビューで答えてると。ね、学校から逃げた。ね。なんてことを読んでおりましたよ。他読んでないからね、あれですけど、全君も載ってますわ。ねえ、これ誰？あー、いちごリナハムサイバーね。あ、ビス、秋渋、えって、様々な、なるほど、なるほど。なるほどね。そうだったんですね。やってましたね、昨日も。ね、月曜日は、おーほほの日ですわ。これ誰？これ誰？これだ。これ。あー、夢アド。なるほどね。アイドル&ビート。ね。本当はね、あれを、買いに行きたかったのよ。マーキーをね。ところがどっこい。売ってなくて。あ、これ買ってないやと思ってね。はい。そんなことをしておりました。ね。他は別に何をするでもなくですよ、とね。そんな歌がありましてね、いい加減だは、だは、だは。変わり映えのしねえとかね。あ
って押した毎日。あ、猫が邪魔なんだよ。いい加減。質問したいだけだよね。行きますか。ね。と、本当に何もしてないし、ね、家でコツコツやってただけなんで、ね、本当に変わり映えがしない。ね、ね。な、あ、ちょっとだけまた片付けましたね。片付けたというかね、探してる本があるんですけど、全然出てこないの。おかしいなぁ、こんだけ。全部本って書いた箱を開けたんで、おそらく、何かのついでにしまってるんですよ。前の部屋の入り口付近に、もう読んで、積んでた本、読み終わって積んでた。そいつらが入ってる箱でもなかったんだよね。だから、どっかに紛れていってしまったんですよ。何の本かと言いますとね。あれです。大悟さんの、メンタリストのね。あれを、ね、あの中に面白いことが書いてあったんで、あれをちょっと引っ張り出そうと思ってね、折ったんですけど、それ本が見つかんなくてね、参っちゃった。ねんで全部ひっくり返して折ったんですけど、結局出てこず、どっかにね、まだ見落としてんのか紛れてんのかですよ。あとね、絵の具を探してんですよ、絵の具。アクリル絵の具をね、何色かがあってあるんで、サラの、ちょっと大きめのキャンバスもね、買ったままで何も描いてないんで、絵でも描いてやろうかと思ってたんですけど、その絵の具がないとね、参っちゃったよ、本当に。ね。結局何もしてないっていうね。いきますか。はい。行きましょう。ちょうど邪魔なとこに猫がおってかわいいね。コツンってしや。はい、行こう。誰だ、誰だ、誰だ。空の彼方の丘で白い翼のが邪魔。まだ暇だ暇だ暇だ、どこかにアイドルの無線イベントはないものだろうか。ああ、ね、ゴールデンウィークにね、ゴールデンウィークいつかわかんないですけど、親愛なる Q さん復帰記念イベントはね、東公園寺ですけど、クラブライナーで、あるということなので、そちらにね、私も、おそらく、出ますよ。ね、日にちも時間もまだわかんないんで、ゴールデンウィークでもうすぐじゃないの？ね。いろいろ新曲を引っ提げてね、行きたいと思いますので、ね、これ言っちゃったらもう作んなきゃダメだよ。ね。ね、なんか作っていきます。本当に？うん。なんか作っていきましょう。ね。それと、6月20何日、7、8、2。これは阿佐ヶ谷のお蕎麦屋さんでね、キムアスくんと、
やることが決まっております。それも、あの、日にちどっちだったかな ?26 だったか、あ、違う違う、27か8。どっちだったかな、これもね、詳細決まってから言おうとは思ってたんですけどね。あ、それはもう、6月ですから、そら当然新曲あるでしょうね。最近ね、あの、ずっと、まあ、最近だけじゃない、ずっとね、所ジョージさんのね、曲が好きでね、よく聴いてるんですけどね、ああいう、ね、なんか、YouTube でも、違う、ラジオだったかな、YouTube かな ?YouTube で見たんですよ。なんかあの、コミックソングの生き字引きはもう所さんしかいない、ね、みたいなやつを。ね、あの番組だったっけ。で、あれを生み出して、やっぱりね、ああいう所さんのね、曲が、やる人はいないとか、ああいう曲をね、好んで買う人がいないですよね。なんで、曲を作りましょう、つって。ねえ。いろいろね、あちこちに、パーツは置いてるんですけど、まとまってないね。まあまあ、うん、そんなことがありますよって感じですか。じゃあ、いきますよ。誰だーね、はい。誰だ、はい。これは誰でした？大輔さんでした？よいしょ。ね、質問したいかもね。質問させて。はい。はいはいはい。お邪魔します。うん、はーい。みんなには内緒。そういえば、私がよくしてそうなことってなんだと思いますか？はい。みんなには。エクステね、うん、ケチャね、ケチャってそれか違うでしょ、うん、そうです、そう見えますよ、そう見えるというか、ですか、実際そうですかね、私ってそう見えるんですね、りんちゃん推しですから、はい、バイバーイ、はーい、よっ、じゃあ、はい、応援カファンさん、それでは帰ります、ね、科学職人ですよ、こんにちは、オーダーシャーミンです、はい、うん、こんにちは、うん、ちなみに応援歌フアルバプ中で行ってみたいところはブラックホールに自分の黒歴史を吸い込んでほしい、なんだそうです、西尾維新さんのね、比叡伝を、まあ、読んで思ったのは、宇宙惑星を擬人化して、それがまあ宇宙会議みたいなことをしてるという話だったんですね。で、の、今週のスピリッツですよ。ね。AKB の中で一番スケベそうな小島春菜さんね。一番スケベそうでしょ。ね。まあ、それはいいとして。特撮ガガガガ、ね。連載100回記念。ね。祝100回ということで、いろんな、漫画家さん、特撮関係の方から、お祝いのメッセージなんかが、掲載されておりまして、その中で一つ、これは、モーニングから石川先生降臨とね、この石川先生の作品は私は読んでないので、わからなかったんですけども、なんと、その、石川先生の漫画、なんて漫画ですか。惑わない星。ね。惑わない星。2巻出てんのかな ?1 巻 ?2 巻。第2集出てるということの。惑わない星っていうのが、舞台は今よりずっと未来の日本。ね。現代科学文明は崩壊の危機、汚染された大地から身を守るため引きこもる黄昏の人類ね。いつか地上が自然に浄化されることを期待し、アニメとか見ながら種をつなぐだけの日々ね。人類が。ね、歴史も知識も失い、ただうつろな日々を暮らす人間たちの一人、
エスザーのもとに地球を名乗る少女が現れます。これね、その後次々とね訪れる太陽系の惑星を名乗る少女、これヒエーデンのまんまじゃないですかと思いながらね。だから猿が芋をね海水で洗って食い出すと同時多発的に、あ、101匹の目のなんとかつって言いましたね。101匹目の猿現象かなんか言うんですけど、あれですよ。ね、同時多発的に同じことを、同じようなことを考える人が現れるというね。現れる。だからね、ヒエデン好きでしたから、ちょっと読みたいと思いますよ。ただね、小島春菜は、ね、小島春菜ですね。ね、AKB の中でこいつが一番スケベでしょ。こいつが一番スケベだと思いますよ。ね、誰を差し置いてっていうかね、こいつが一番スケベだと。ね。はい、あ、じゃあ、そんな感じです。何の話でしょう？ブラックホール。終わっちゃってるし。3分ね、開いてるはずなんですけど、3分以上だって。はい。ブラック、自分の黒レシピ詩をね、吸い込ませたい。だからね、その、ヒエデンを思い出して、ね、そういう、なんですか、惑星を擬人化して、ね、それ、ちょっと読みたいよね。はい。ブラックホールも擬人化、あれはしてなかったかな。その後ホワイトホールから出てくる黒歴史を想像して笑った、ね、ごめんなさい。なるほど。ねえ、なるほどね。コメントが浮かばない。クドンに好きな制服は、って聞いたら、ユーニのものがだいぶできていた爪襟。私、疎いので、答えたそうです。着ていたんですね。ね、古い。あったったったサンキュー。爪入り。懐かしい。はい。また、はい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 、はい。もういいよ。バグがこの間、こんな最近の一枚。はい。ミカ、そうだよね。キドジンが今までで一番多く食べた果物は間違いなくミカン。ね、リンゴの国の人ですか。粒で言ったらあのだそうです。サンキュー。カボちゃん。ねえ。ひなたの小さい頃のあだ名はカボちゃん。カボちゃん。らしいです。カボちゃん。ね。名字にかが入るのかしら。ねえ。はい。いやだな。かわいい。やめる。うん。まただ。はいはいはい。はいはいはい。そういえば。誰だ？わかるよね。はい。ありがとうございます。はいはいはい。あるある。うん。うん。ピュンピュンね。まゆたちゃん、ゆっくりでいいから戻ってきてね。あまり早くですね。あれを、いい感じだと思います。人いるじゃないですか。早く元気な姿見せてくださいとか、戻ってきてくださいとか。それもプレッシャーになりかねないですからね。そういうことはあまりね、控えようとは思ってない。まあ、どっちがいいんだろうとは思うんですけど、うん。ね、こちら。ね、そんな招き家のね、曲を言いましょう。タイムマシン。未来の僕は元気ですか？僕が夢見たような明日は来ますか？頑張りすぎて逃げ出したりしてませんか？未来の僕は笑ってますか？それとも冴えない毎日ですか？いつかの夢を投げ出したりしてませんか？
僕は映っていますか。今日は寒いから猫が寄りついてきてね、重たいです。はい、ということであれですよ、先にやっときましょうか。このパモンのね、サイン本がベースの方で大絶賛ね、缶バッジも選べるようになっておりますので、ぜひね、まだ買ってないという人はベースでもアマゾンでもいいので買ってくださいね。そんな今日のアマゾンランキング、どこランキング、ね、グーランキング、終わっちゃった。グー行きましょう、ね、ランキング、ね、順位を下げております。昨日が419でしたかな。447位。昨日の、夜中の時点でね。今、10時過ぎ。ね。ランキングは、なんと、536位ですよね。で、894位と。4341。ガンガン下がっております。上がりませんか？そこをなんとかね。レビューがなかったので、私書きましたよ、レビューね。星5つね、書いちゃいましたから、これね。誰も参考にしていないね。参考にして買ってほしいね。じゃあ、そんな、曲をいきますか。ね、重版決まんないとね、帯変わんないでしょ。帯を変えたいんですよ。ね、それをなんとか、ね、お願いしますと。この書籍を買ってください。書籍を買ってください。 Amazon の検索などでパモンと入れるだけで一番上に出てくるよ。体専門家と検索してみても一番上に出てくるよ。そんなところですわ。これ自分で、あ、こんな曲にしようと思ってここで弾くでしょ。ただね、本でさ、コード隠れてるから俺何弾いてたんだあれって思っちゃう。タミオさんだよね。